はい、皆さん、こんにちは。下村武史でございます。今回確認していく内容は、中枢に作用するお薬の中でも、鎮痛薬確認していきます。前回は睡眠薬とか催眠薬確認していきましたが、ここからは鎮痛薬について確認していくということになります。じゃあ、特に何を見ていくかというと、特にオピオイド状態に作用するお薬確認していくということになりますので、今回の分野では、特に何を見ていくかというと、オピオイド状態に作用するお薬、これをメインで見ていって、プラスアルファ他のお薬を見ていくということになります。 じゃあ、そんな中で鎮痛薬見ていくということになるんですが、この鎮痛薬ってどういったものかというと、こうされてますね。痛みを取り除くために用いられるということで、まあ、痛みっていうのは辛かったりしますし、あとはですね、過度に発生すると体力の低下ですね。まあ、こういったのを伴うということで、鎮痛薬を使っていくとされるということで、この痛みをね、取り除く鎮痛薬って重要な役割を果たすんだよということになります。 ただですね、この痛みですね、悪いだけではないんですね。この痛みというのは危険信号を伝えるための機能として働いているということになりますんで、痛みがなければどっか悪いってことに気づかなかったりしますんで、この痛みってすごい重要なんですけども、 角にあると体力消耗、生活の質の低下、そういったことを起こすということで、鎮痛薬を使っていくということになりますんで、まあ、鎮痛薬、痛みを取り除くんですが、どういった目的で使うかというと、角に痛みがあると良くないよねということで、そういったのを抑える目的で使っていくのが鎮痛薬とされているということです。 じゃあ、そんな鎮痛薬なんですが、どのように分類されているかというと、中枢性の鎮痛薬、麻酔性鎮痛薬とか、非麻薬性鎮痛薬、あとは非オピオイド鎮痛薬、神経障害性疼痛治療薬なんかに分類されるということになりますんで、まあ、鎮痛薬いろんな分野のものがあるんだとされております。 じゃあ、そんな中で鎮痛薬見ていくということになるんですが、まず何を確認していくかというと、鎮痛薬を見る前に、通覚伝導炉ってものと、あとは痛みがどうやって分類されているのかってことを確認していきますんで、痛みってどうやって伝わるのか、そして痛みってどのように分類されているのかっていうことを確認してもらって、鎮痛薬の詳細見ていくということにしましょう。 はいじゃあまずは痛みの分類から確認していきます。国家試験この痛みの分類も問われてますんで、どういった痛みがどこに分類されるか、これをね、しっかり答えれるようにしていってください。あとはお薬を使い分けする上でも、この痛みの分類ってすごく重要なんで、皆さんどういったお薬をどういった場合に使うのか、これを見るにあたっても、痛みの分類って大事なんだなってことを確認しておきましょう。じゃあそんな痛みなんですが、大まかにですね、まず2つに分かれます。 気質的に何かしら問題になる。気質的な痛みってものと、あとは気質的に何も問題がない。非気質的な痛みに分類されます。でも、非気質的な痛みって何に該当するかというと、心因性の痛みですね。まあ、心から来る。まあ、心配事があったりとか、不安があることによって来るですね。痛み。まあ、こういったものが非気質的な痛みとなっていて、で、それ以外のものが気質的な痛み。気質に何かしら障害があることによって起こってくる痛みなんだとされているということです。 なので、痛みに関しては、大まかに2つに分かれるということですね。ここをしっかり確認しておきましょう。じゃあ、器質的な痛みってどうかというと、この器質的な痛みに関しては、さらに2つに分かれて、心外受容性疼痛ってものと、あとは神経障害性疼痛に分かれていくということになります。まあ、ここのね、分類国家試験問われてますんで、器質的な痛み2つに分かれていくんですが、心外受容性疼痛ってどういったものか、あとは神経障害性疼痛でどういったものか、ここをね、具体的に押さえるようにしていってください。 じゃ、まず、芯外受容性疼痛なんですが、どうかというと、この心外受容性疼痛については、このようになってますね。組織障害による痛みである、体制痛。 あとは、臓器の炎症、閉塞、圧迫、臓器被膜の急激な進展ですね。まあ、これに伴う痛みである内臓痛なんかが、心外受容性疼痛に該当します。なので、ピシッと切ったと、ブスッと切った。まあ、それによって現れる痛みとか、あとは内臓なんかに炎症があって出てくる痛みですね。こういったものが、芯外受容性疼痛になっているということです。 じゃあこのね、心外受容性疼痛一体どういったものかというと、こんなもんですね。ブラジキニによる刺激で発生する痛みということなんですが、このブラジキニンって発痛物質になってるんですけど、これによって刺激されて発生する痛みなんかが、まず心外情性疼痛に該当すると。あとは冷たいもの、熱いものによっての刺激で発生する痛み。あとは鋭利なものによっての刺激で発生する痛みですね。まあ、こういったものが心外情性疼痛となっているということで、心外情勢疼痛に関しては体制痛と内臓痛があるんだよということですね。 で、何かしらの刺激によって発生する痛みなんかが、心外受容性疼痛に該当しているんだということです。それに対してですね、神経障害性疼痛ってどうかというと、神経障害性疼痛はこのようにされてますね。神経が障害されることによる痛み。まあ、言葉のままです。ただこれ、神経の障害による痛みとされてるんですが、一説ではこのようにされてます。痛みの伝達に関与するカルシウムチャンネルが 過剰に発現する。それによって常に痛みが発生している状態ですね。まあこういったものが 神経障害性疼痛ということになりますね。ね神経障害性疼痛ではじり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 っていう感じでずっと痛みが発生するんですね。まあこういった特徴があるということです。まあ場合によっては痺れるというふうに表現したりすることがあるのが神経障害性疼痛となってるということで、まあ神経障害性疼痛というのはカルシウムチャンネルの過剰発現これによって継続的に痛みがじり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 、痺れのように感じる。まあこういったのを神経障害性疼痛と言ってるということです。例としては体調方針後の痛みですね。この体調方 心方針って神経を沿って出るんですけども、それによって神経過敏になって、で、痛みがずっと生じる。まあそういったものが、体状方針後の痛みということで、神経障害性疼痛に該当していたりとか、あとは糖尿病によって、末梢神経障害になる。まあそういったものによって発生する痛み。これが神経障害性疼痛になっているということになります。 ということで、心外情性疼痛と神経障害性疼痛、それぞれね、違いがありますんで、どういった違いがあるのか、ここはね、必ず確認しておいてください。これが何かというと、これが痛みの分類となっていて、特に大事なのは、皮質的な疼痛ですね。これがどのように分類されるのかってことを確認するようにしておきましょう。 はい、じゃあ続いては痛みの伝達について確認していきます。痛みがどう伝わっていくのかっていうのを確認していくということになります。それについてはこの図を使って確認していきます。じゃあこの図何かというと、この図はこれが脳みそってなっていて、で、これが脊髄です。で、この脊髄に一時ニューロンっていうのは伸びてるよというふうに見ておいてもらったらいいかなと思います。じゃあ痛みが発生する。じゃあその痛みってどういうふうに伝わっていくかというと、まず一時ニューロンというものを介して伝わっていきます。で、この一時ニューロンには、 A デルタ繊維とか、あと C 繊維なんかがあって、この A デルタ繊維は即時痛を伝える。あとは C 繊維は遅延痛なんかを伝えてきます。じゃあ、どこに伝えるかというと、伝えていく場所としては、脊髄の広角に伝えていくということになります。ということで、一時ニューロンが脊髄広角に情報を伝えていくんだっていうのは、まず初めの段階ということになりますね。じゃあ、こんな感じで、一時ニューロンを介して脊髄広角に情報を伝わってきた。 その後何が起こるかというと、その後は、この脊髄甲郭の中でこんなこと起こります。一次ニューロンからの刺激によってグルタミン酸サブスタンス P、これが放出されますね。で、この放出されたものが二次ニューロンを刺激するんだということになりますね。じゃあこの二次ニューロンなんですがどこに伸びているかというと、この二次ニューロンというのは脳みそに伸びていっているということになります。塩髄、中脳、死傷という感じで伸びているよということになりますね。で、死傷まで情報を伝えたら何するかというと、死傷まで情報を伝えたら次 3次ニューロンを介してて覚覚や量に情報を伝えていくで、この視覚屋に情報を伝わることによって痛い身を感じるという感じになりますんで、どういう感じで痛みが伝わっていくのか、この流れをしっかり確認していってください。ちなみにこの痛みが伝わっていく過程ですね、一次ニューロン、2次ニューロン、3次ニューロンですね、これらをまとめて、 上報性通覚伝導炉と言っているということで、一時ニューロン、二次ニューロン、三次ニューロンを介して痛みを伝わっていく。まあそのですね、伝導炉を何というかというと、上報性通覚伝導炉と言ってるんだというね、ここはしっかり確認しておいてください。ということで、痛みというのは一時ニューロン、二次ニューロン、三次ニューロンを介して伝わっていくんだということになります。じゃあこの痛みを伝えるって機構だけが存在するかというと、そうではなくて、痛みを抑制するという機構これもね、発達してます。それが何かというと、ここです。 加工性疼痛抑制系というのがあって、まあ、これがですね、脳から脊髄に痛みを抑えなさいというね、情報を伝達しているというふうになります。なので、痛みを伝えるものとしては、上光性痛覚伝導炉っていうのがありますが、まあ、それに対して痛みを抑える機構として、加工性疼痛抑制系というのがあるんだということになりますので、痛みを伝達する機構、あとは痛みを抑制する機構、ここをね、しっかり確認しておいてください。 じゃあ、鎮痛薬どうやって働いていくかというと、鎮痛薬というのは、上厚性痛覚伝導炉。これの機能を抑制したりとか、あとは、加工性疼痛抑制系ですね。これを不活化する。それによって痛みを抑えていくということになりますんで、鎮痛薬何をするものがあるかというと、上厚性痛覚伝導炉を抑制するものっていうのがあったりとか、あとは加工性疼痛抑制系を不活化するものってのありますんで、ここはしっかり確認しといてください。 ま、これが痛みの伝達と、あとは鎮痛薬どこに働いていくのかって話になりますで。あとはこれに加えてですね、ここを押さえとくといいかなと思います。新脊髄支障炉と、あと旧脊髄支障炉っていうのがあるんですが、この新脊髄支障炉についてはどうかというと、脊髄口角から支障に行って、そして知覚量に行くというね、まあ、これが新脊髄支障炉となっていて、これが即日を伝える経路として、 発達してるって感じになります。それに対して、旧脊髄支障炉どうかというと、口角から延髄に行って、そして師匠に行って、その後、大脳皮質近く量に行くということになりますんで、このですね、旧脊髄支障炉っていうのは延髄介するんだとなっています。じゃあ、このですね、旧脊髄支障炉何に関わっているかというと、遅延痛に関与しているということになりますんで、脊髄支障炉ですね、2種類あるんですけども、まあ、それぞれですね、 伝える痛みが違いますんで、まあ、どういうとこを介して痛みが伝わるのか、そしてですね、どんな機能があるのかってことを確認しておいてください。ちなみにですね、この後オピオイド鎮痛薬見ていくということになりますが、どこに働いていくかというと、このオピオイド鎮痛薬の作用点としては、加工性疼痛抑制系を不活化する機能を高めるというパターンと、あとは一時ニューロン抑制するとか、あと支障とか大脳変炎系ですね、まあこういったものを抑制するということで、上降性、 通覚伝導炉。これを抑制していくことによって鎮痛作用を示すんだということになりますんで、オピオイド鎮痛薬ってどこに作用するかというと、加工性頭痛抑制系の不活化、あとは上降性通覚伝導炉の抑制、そういった作用ありますんで、どこに働いて鎮痛作用を示すのかってことも確認しておいてください。これが何かというと、痛みの伝達についてのお話ということになります。